さあやっていきましょう。ソウルキャリバー、今回使っていくのは、前回ソンミナでしたけど、今回はソンミナのお兄さんのハンソンギョンです。お兄さんって言ってるけど本当にお兄さんなんですかね。違うかもしれんなと今思ってる。ハンソンギョン、だって名前が名字が違うやん。兄弟子とかそういうあれかな、もしかしたら。ウィー、まあこのハンソンギョンですけども、まあ技と感じとしてはシャンファと同じような感じですね。短めのこのショートソードというか青龍刀みたいな。それをこうテンポよく振り回していくというような感じかな。まあ出の速い技もあるので、ダメージはこうチクチクと削っていけるっていうのはいいところかなって思いますけど、このハンソンギョンですけども、前作ソウルエッジの時にはこの三剣のモーションだったそうです。どういうことかっていうと、韓国でこのソウルエッジを発売する時に、日本版の主人公が三剣なので、韓国ではまあね、日本人が主人公でもちょっとあれなんだけど、韓国での主人公はこのハンソンギョンが、三剣と同じような武器、同じような動きでそのポジションに収まっていたということですね。韓国版の主人公みたいな立ち位置でしょうか。だからまあ動きも多分この三剣とあんまり変わらないような動きをしてたんじゃないかなと思うんですけど、そこからのこのソウルキャリバーではもうモーションがシャンファと同じショートソードみたいな武器になってる。ある意味器用ですわな。シャンファと比べた時に何が違うかな。地面でバタバタとかがないね。ジタバタとか、地面ジタバタ。マキシー、未だにね、結構このハンストン魚に関しては攻略サイトが残ってるのが面白い。これはダメだぞ。こっから挽回はかなり厳しいね。うん、イエーイ、先手、イエーイ、よし、ここだ。つかめね。ダメだ。オッケー。攻略サイトを見ると、なんかハンソンギョンは、中距離は得意なんだけど、近距離とか遠距離は不得意にしてるらしくて、不得意っていうかまあそれほど得意ではないというか、器用貧乏的なキャラですね。ですけど一つ特徴があって、投げが強力らしい。強力というか威力的に強力というわけじゃなくて、非常によく吸うというかね、投げのリーチが長いというか、2発3発そろそろ繰り返さんやろと思わせといて、3発繰り返す。コンピューターによく効く。これ多分対人でやったら弾かれて終わりなんだけど、投げが強力らしいけどね。どうなんだろうね。投げるつもりで振っていくといいのかな。いや、どうなんだろうね。投げるつもりで振っていくっていう動き今までしたことがないから。よいよい、ちょっとわからない。次の一手がわからない。よっしゃ、そこだ、違う、そこだ。ああ、一発、もう一発、今ので一発食らわしとき終わった。ちょっとうまい動きをできなかったね。うん、ロック、当てて投げに行く、当てて
当てて当てて投げに、あった間に合わんやんけ、投げが投げ苦手みんすぎる。敵がちょっとアホだった。うん、うえ、なぜ当たった。素晴らしい、今のはハマりましたね。からの立ち途中蹴り、ジェイクフリー。お、もうステージ6、早いな。あのソミナの黒が何だったのかというレベル。見え、うわー、いつ撃ってくるか分かんなくて、ちょっと危険だな。うん、よっしゃ、それ打ってくれて助かった。これ打ってくと中段中段下段で打ってくるから、下段目を3発目の下段さえガードできると相手のダウン知ってるのに、分かってるのに外せない。これが嫌なんだよな。よっしゃい、リングアウト。よくご覧いただこう。わかんねえや。お、そう、みんなカラーが違いますね。命を無駄にするな、国へ帰れ。かなんか化粧がケバくなってる印象が、完全に気のせい。もうね、ソミナはね、前回ヤオマほど使ったからね、割と弱点が分かってる。ああ、弱点分かってると言いながら負けている。この時はとにかくね、インファイトが弱いんで、インに、ファン・ソンギョンよりも、インに弱いんで、とにかくインに入り込んでいけば、勝機はあるわけですね。入り込んでいけばいいんだよ、入り込んでいけば。よし、あんまり何も考えずにどんどん突進していこう。バカが、バカ技を。よいしょ、いい、振り回すから。結構あっさりできましたね。あっさりとインフェルノまで。使いやすいっすね。使いやすいっすね。でもね、結構苦戦はしてます。なんか、ちょっとシャンファよりも振り回し、リーチは長いんかなって思ったり、技も威力も高いんかなって思う反面、ちょっとこう、出が遅かったりする感じがある。ちょっとね、感覚的に。本当、あ、なんで当たった今の、絶好のチャンスをなぜものにしなかった。あっ、くそ、よし、ウヤウヤやってるからだよ。あと一勝、あと一つ。ほほう、ソンミナの武器できたか。それはバカだぞ。全然こっちはもう
精神的優位に立ってるからな。ここまで押されても全然優位だから、気持ち的に負けてない。あ、負けとるやんかい。さあ次誰だ。ボルド、ちょっと良くないかな。リーチの長いボルド嫌いだな。よしよし、アホだ。よし勝ちました。アホだったな、あんな遠くからあんな大きい技。ちょっとかっこ悪いよね。九国の剣の言い伝え、その真実は人を狂わすまがいの邪剣だった。邪剣の化身との戦いで傷を負ったファンに皆が手を差し伸べる。私だってもう一人前なのよ、認めよう、ありがとう。もはや伝説には頼るまい、我ら自身の手で国を守ろう。灼熱の志士たちは戦絶えぬ海へ出る。祖国を、そして民を守るために彼らは後世民族の誇りとなろう。名将李俊臣が名を残したように。